こんにちは、筆文字巻チャンネルです。今日はお友達に勧められて拝見しました Facebook ライブから素敵な言葉をメモしたので、それを書いています。今支えと書きました。で、そのね、 Facebook ライブっていうのはソプラノ歌手の曽根妙子さんと心理カウンセラーの大久保久夫さん、チャオさんがお話ししたり歌を歌われていたんですが、そのね、歌もとっても素敵でした。今ね、許しと書きました。で、そのね、その中でおっしゃっていたチャオさんのこの書いている言葉が、みんながね、こうなれたらいいなって思ったので今書いています。でね、このチャオさんがおっしゃっていたストローク、心の食べ物として、求め合い、見つめ合い、語り合い、響き合い、褒め合い、支え合い、許し合い、親しみ合い、認め合いっていうのをね、おっしゃっていたんですけど、その中でこの3つが大事だよっておっしゃっていてね、このね、支え合いとか許し合いのね、愛が愛になってるんです。言葉だと伝わらないかな。そう、会うっていう字じゃなく、このね、ラブの愛になってるんですよね。本当にお互いがお互いを愛を持っていい関係でいられたら、みんながハッピーになっていいなと思います。こんな感じで笑顔を3人描きました。今週も見てくださってありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。筆文字巻チャンネルでした。